元の聖火元は、李氏朝鮮時代の文人、政治家、思想家、小説家。本願は、氷川虚巨史。字は橋はじめ。号は、水地山、静か書、白月古字。ハングルで書かれた最古の小説、後期地道伝の作者。氷川虚巨史は、高来の開国功労者、巨先文の子孫であり、高来末期の最小、元をはじめ。 当時の朝鮮にも多くの人材を輩出していた名門であった。同時代の同家出身の人物では医学者巨春がいる。父、京明は赤学として名高く29歳で文化卿に合格し三参官として国王の側近になった。また、東ず派の領収として人望を集めた。しかし残言から罷免され、 後に復職した者の継承北道の招集で隠しした。元佐、元の二人の兄も現代で言えば大臣クラスの官僚として活躍し、元佐は来日したこともある。また姉の巨乱節剣は、わずか九歳で試作を始めたという天才で、儒教道徳に厳しく、女性別詞の風潮のあった李氏朝鮮時代には、珍しい女流詩人である。巨明の三男として生まれる。 1594年、25歳で過去にそう、元旧大使管理となる、春秋館の気中館などを歴任し、政治に深く関与した。しかし、父を早くに亡くした元は、母に慈しまれて育ち、妻子にありがちな傲願不尊と、軽はずみな言動があったと言われている。そのためか、前後6回も、悲面と復職を繰り返しているが、 その原因の多くが思想問題である。元は儒教一辺倒の朝鮮の思想に行き詰まりを感じていた。形外化しつつあった朱子学を批判し、陽明学の治療法律を称賛した。施策の師匠である李徹は三等詩人と言われ、李白に匹敵する詩人とまで言われながら、諸子出身ゆえに偶されず、志を得なかった。また元の母親は制裁ではあったが、 父の掲載であり、掲示とは母親が異なった。このためリトールに深く影響を受け、諸子に対する差別をなくすべきだと公然と主張し、両藩の諸子で組織された諸島と交際した。西学と呼ばれた西洋の思想に関心を持ち、1610年頃、中国に指針として在任中宣礼を受け、朝鮮人で最初のキリスト教徒となったと言われている。 その時に加算を投じて4000巻余りの書籍を購入したが、その中には文芸書の他に当時金書のはずの天主教関係の書籍も含まれていた。公開君の信任を得て政治に深く関与していたもとだったが、闘争に巻き込まれる。副審の部下が関わった不穏文書事件に連座したのである。この時期元の名は、朝鮮王朝実録に185回も登場する。 そしてついに1618年10月、無名の呪者の残言によって、反乱計画の首謀者に問われた。南大門に、公開君を誹謗する文書が貼り出され、それを元の仕業とされたのである。そして拘束されて3日後には十分な取り調べもない、まましのげをそ刑に処せられた。当時の死刑は毒を賜って自ら仰ぐ、たもの役と、この領地刑があるが、たもの役が、 日本の切腹に相応するのに対し、領地系は非常な不名誉とされた。単なる残首ではなく個体をバラバラにし、分断された体は全国の各所にさらされた。切るときは、鈍刀で手足から切ったという。航海君は、円山君と並んで、朝鮮史上最悪の暴君として知られ、密告によって、功労者や有能な人材が多く、流罪や死罪になった。 1622年公開君は王位を追われる。元が死んで4年後であった。元は当時一流の知識人でありながら、両販中心の社会であった、朝鮮のシステムに改革を試みた人物であった。性質ではない母を持つ諸子たちは官職への党を閉ざされ、いくら能力があってもその力量を発揮することができなかった。諸子として礼遇された、リトールの門人であり、 ジャンル問わずに様々な学問を吸収し、時代を超えた指揮権を持っていたもとは、社会から阻害されていた諸子や先民、女性たちも、社会の一員として認定する万民平等の新しい社会を提唱した。だが、政治学中心の身分社会であった当時の朝鮮に、そんな思想が受け入れられることはなかった。元は、自身の著作である静かところ復興の異彩論にて、 人の才能というのは身分性別を問わず全ての人間に公平に与えられていてその才能を十分活用して国を運営するためには人材の登用において何の差別もあってはいけないと主張している。また同書に収録されている公民論では世を動かせる原動力は民にありその中でも自分の意志で世を直そうとする公民構想が社会で 尊重されるべきであると語っている。彼の思想は、祝層時代は、県警として、純粋以後は、平安道の汚面戦争として生き続ける。ありがとうございます。